はい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 、皆さんご無沙汰しております、パクです。ここは JR 東日本北陸新幹線の上越妙高駅。北陸新幹線の駅で一番名前がかっこいい駅はどこかと聞かれたら、僕は真っ先にこの名前を挙げると思います。ここから東京まで新幹線で帰っていくんですが、ただ今回はまっすぐ一本で帰るわけではありません。途中高崎で新幹線を乗り継ぎます。で、高崎までは白鷹号に乗っていくんですが、ただ白鷹号に乗っていくんじゃつまらないので、今回たまたまJR 東日本の株主優待を持っていたということで、東日本の株主優待使って今回はグリーン車で高崎まで行くことにしました。だいたい1時間ぐらいかな。発車表はなんと停車駅長野、高崎、大宮、上野、東京となっていて、白鷹号の中では長野以南の停車駅がかなり少なくなっています。特に長野と大宮の間の停車駅が高崎だけっていうのがすごいですよね。この上越妙高は新潟県で、それから高崎はもちろん群馬県ですから、長野県内停車駅は長野たった一つになっています。次の白鷹570号は長野、上田、桜平、軽井沢と止まりますので、その白鷹570号と比べれば停車駅の差は歴然となっています。この上越妙高駅は白鷹号は全ての列車が止まりますが、輝き号は全て通過します。白鷹号が後からやってきた輝き号に追い抜かれることができるように、2面4線の少し豪華な構造になっています。ホームドアは新潟県の鳥、トキをイメージしているのかどうかは分かりませんが、ピンク色。ただこの上越妙高駅は JR 東日本と JR 西日本の境界駅で、ここよりも長野、東京方面は JR 東日本の管轄、ここよりも富山、金沢方面は JR 西日本の管轄になっていて、駅は JR 東日本新潟支社が管理しています。ただこの上越妙高駅には輝き号が止まらないので、 JR 東日本の乗務員さんと JR 西日本の乗務員さんの交代はこの上越妙高ではなく、2つ東京寄りに進んだ長野で行われることになります。上越妙高よりも長野の方が設備が整ってますからね。向こうから青い新幹線がやってきました。あちらが今回乗車する東京行き特別急行、北陸新幹線白鷹566号東京行きです。JR 東日本が所有する E7 系新幹線での運転です。北陸新幹線は2019年10月の台風19号、いわゆる令和元年東日本台風の影響で長野新幹線車両センターが水没し、 E7 系 W7 系合計10本が廃車解体ということになってしまったんですが、それの影響で一部上越新幹線で使っていた編成を北陸新幹線に回すということをやっているんですが、ただ今回やってきたこの編成はその代替とか、それから上越新幹線で使ってたやつを持ってきたとか、そういうわけではなく、もともと E7 系は2014年にあらかじめ浅間号として運用が始まっていたんですね。北陸新幹線が金沢に行く前に、でそのタイミングでそもそも増備をされていた編成です。ですから別にこれが台風の影響で増備された編成とか、上越新幹線から持ってきたとか、そういうわけではありません。ブレーキ音が非常にうるさい E7 系、これさえなければね、すごいいい新幹線だと思います。このブレーキ音のうるささも、まあ E7 系の特徴といえば特徴でしょうか。白鷹566号東京行き、11号車乗車口から早速乗り込みますが、客室の紹介はまた後で。ちなみに僕はこの E7 系新幹線が一番好きです。生まれ故郷の長野を走っているから、だからまあ地元民としてのね、ひいきとかそういうのもまあちょっとはなくはないんですけれど、ただやっぱりね、このデザイン性とか車内のこの快適性、豪華さ、それらを加味すると、やっぱりこの E7 系が一番素晴らしい新幹線車両だなと個人的には思います。まあ他のね、 E5 系とか N700A とかも素晴らしいと思うんですけど、ただ個人的にはやっぱりこの E7 系 W7 系が一番好きです。上越妙高を発車。ここから先、この白鷹566号はここまでは JR 西日本管内を走ってきたんですが、ここから先終点東京まで JR 東日本管内を走ることになります。またこの北陸新幹線は全国で唯一、途中の駅で運営する会社が変わる新幹線路線でもあります。さあ皆さんお待ちかね、グリーン車のご紹介です。今回は6番の D 席、進行方向右側ですね。進行方向右側のところを新宿駅南口の窓口の方に撮ってもらいました。そしてこれ、ああいや、笑いできちゃうな、これ。あのね、これ自分でね、映像撮ってる時でも、うお、すげえなーって、久々に乗ったんでね、思ったんですけど、後からこうやってね、自分で映像編集してても、うわ、すげえなーって、ニヤニヤしちゃうんですよね、なぜかね。さあ、新潟県の名峰、多分、妙高山で合ってると思います。妙高山が、この、北陸新幹線を見送ってくれますが、さあ、早速、座席のご紹介。すごいですよね、この、二人掛けの、この真ん中の肘掛け。非常にこれ大きくて、それからリクライニングはこれなんと電動なんですね。特急列車でも電動リクライニングっていうのは多分あんまないと思うんですけど、まあこれが新幹線のグリーン車の実力というところでしょうか。結構ね、これも深く倒れるんですよ。それから戻すときももちろん電動です。ただこれはちょっとね、あの降りるときに、まあ忙しいときなんか、まあ煩わしいかもしれません。それからこれはね、ちょっとわかるかな、
これね、リクライニング倒すときにちょっとだけ座面がね、動くんですよ。わかりにくいかもしれませんけどね、すいません。それからこちら、フットレストはないんですが、代わりにレッグレストがあります。レッグレストのフットレストのまま僕はね、どっちでもいいんですけど、どっちかっていうとでも僕はフットレスト派ですからね。全部倒すとこんな感じ、手前にあるのが僕が今回使っているルックです。後ろの座席にはこんな感じで見えるんですね。結構でも圧迫感があるようには見えます。まあそんなに後ろのお客さんがいるときには届かないようにした方がいいかもしれません。また窓側および通路側の筋掛けのところにはこのように押しかける形でのドリンクホルダーがあります。まあ、手元にコーヒーとか置いておきたいときには結構便利ですよね。一瞬壊しそうになってしまいました。それから読書灯もついてまして、位置とか明るさを調整することはできないんですが、ただ手元で、まあ、小さい小説とかを読むときには結構いいかもしれません。枕ももちろん可動式です。結構ね、これが柔らかかったんですよ。僕インド系の枕わかります？インド系の枕めちゃくちゃ硬くてあれ嫌いなんですけど、あれのもう100倍いいですね。で、それからこちら、これはね、このようにその中央の肘掛けのところにコンセントがついています。で、それから背面テーブルも非常に大きくてですね、もうちょっとこの米具もね、結構硬いんですよ。で、それからこのように手前にパタンと取り出すタイプですが、グリーン車は結構ね、特に新幹線とか特急列車の場合は、まあ、こんな感じで前後に動くというタイプが結構あります。実はまあこの後ね、また今度別で動画出ると思うんですけど、 E353系アルタ号のグリーン車にも乗ってるんですが、そのグリーン車もね、そんな感じでテーブルが動くんですよ。それから座席背面のところには、これはコートなのかな、ちょっとわかりませんけど、まあ服とか帽子をかける用のフックがついています。こっちは多分帽子かけだと思います。それからこっちはですね、これカーテンね、カーテンもこのような感じ、非常におしゃれ。まあ、金沢がね、古都金沢とか言われるようなところで、こっちに向かう新幹線ですから、やはり和を重んじています。カーペットの柄と、それからカーテンの柄が同じなんですよね。シートキッチンも非常に広く、これであれば身長170センチ後半ぐらいの人でも快適に過ごせるんじゃないでしょうか。さあ、後ろにお客さんがいませんので、電動リクライニングを思いっきり全開にしますよ。後ろの方は多分ね、あれはもうこの辺は新潟県じゃなくても長野県に入ってた気がするんですけど、長野県の山を見ながらリクライニング全開で行きます。なんでこっちで見てるんだって感じですけど、こんなブス皿見せなくてもいいのになって気がするんですけどね、すいません、なんでこんなところ撮ってるんだろう。もうすでに白鷹号は飯山を通過し、善光寺平、長野盆地を長野へ向けて全速前進で南下しています。向こうに見えている雪を上の方にいただいた山は、あの辺はおそらく志賀高原、横手山、あの裏に草津白根山とかもあるんじゃないですかね。今の車内放送は皆さんお聞きになってましたかね。14番乗り場という表現の仕方をしていました。 JR 東日本では南蛮線という列車番線の案内をするんですが、ただ JR 西日本では南蛮乗り場という表現の仕方をします。この車掌さんは JR 西日本の方なので、もちろん南蛮乗り場という表現をするんですが、ただこの区間はもう JR 東日本なんですよね。さっき言いました通り、上越妙高から先でもう列車は JR 東日本の区間に入っているんですが、上越妙高では乗務員交代をすることができないので、特に輝き号の場合はね、なので、次の長野で乗務員交代をするということになっているので、ここはその上越妙高と長野の間は JR 東日本の区間なんだけども、乗務員は JR 西日本というちょっと変わった区間になっています。向こう側に見えているあの変な建物は、1998年長野オリンピックでスピードスケートの会場として使われました M-WAVE です。またこちらは JR 東日本長野総合車両センターです。先月定期運用から撤退した185系も廃車回数を取れてここにやってきて、解体の時を待っています。まだ4月の割と早い段階だったので185系もまばらでしたが、ただこれからどんどん185系も E217 系とほぼ同じペース、もしくはそれ以上のペースでこの長野に運ばれてくるんじゃないでしょうかね。向こうにはその E217 系も小さくなって留置されています。さあ、そして列車はようやく最初の停車駅、まあ、上越妙高から数えて最初の停車駅、長野にやってきました。長野県は全体的に田舎と呼ばれることが多い県です。実際クソ田舎と呼ばざるを得ないような地域もありますし、北陸新幹線の車窓からもそんなに都会的な景色をたくさん眺めることはできませんが、ただこの長野駅周辺ではご覧のように長野市の中心市街地の景色を見ることができます。非常に立派な都会の景色、マンションなんかもたくさん建っていて、人口は約40万人、40万はいませんが、約37万人だか38万人だか、それぐらいだったような気がします。駅前の人通りもかなり多く、地方都市にしてはかなり活況を呈しているように僕には感じられました。
またこの長野駅からまっすぐ行ったところには、皆さんもご存知、善光寺もあります。この長野駅では JR 東日本と JR 西日本の乗務員さんの交代のほか、現在では新型コロナの関係で車内販売を休止しているので、それは見られないんですけれども、おそらくは多分ね、車内販売のその交代とかもここでやってるんじゃなかったかなと思います。でまたこの長野駅は在来線と新幹線が同じ高さにホームが建設されていて、まあちょっとね、あの半透明のねアクリル板がなければ、まあ向こう側の在来線ホームを見渡すこともできたんですけど、ちょっとそれは叶いません。さっき車掌さんも長野の次は高崎に泊まります、少し高崎を強調した感じで案内をされていましたけれど、長野を出るとこの白鷹号は高崎まで止まりません。そのため上田、桜浦、軽井沢、安中春名への各駅へは隣14番線に止まっている浅間号に乗り換えが必要になります。この白鷹号と浅間号の接続は非常によく、長野駅の段階で発車時間は多分3分だか5分だかそれぐらいしか違わないんじゃないかな。北陸新幹線はそんなに運行本数が多い新幹線ではありませんが、それでもこの長野駅周辺では非常に高頻度の間隔で新幹線が運転されています。さあ長野を出発、この先信州真田家のお日様と上田、鯉の養殖で有名な桜浦、噂と知れたリゾート地軽井沢の3駅を通過し、一気に薄い峠を駆け下ります。その先安中春名を飛ばして列車は高崎まで走り抜けるということになります。結構これはすごいことでね、大体の白鷹号が軽井沢には止まるんですけど、少なくともただその軽井沢すらもすっ飛ばしてしまう。輝き号が長野大宮間ノンストップであることを考えると、この白鷹566号には差し詰めスーパー白鷹の名前でも与えるのがふさわしいかもしれません。金沢から上越美予港まで各駅に止まってきましたが、上越美予港から先長野県内、群馬県内、埼玉県内はそれぞれ一つの駅にしか止まりません。中の上田間にはゴリガミネトンネルという大体10キロぐらいある結構長いトンネルがあるんですけど、それも抜けまして今通過しているこちらの駅は上田です。上田駅のすぐ近くには上田城がありまして、新幹線からでも見ることができるんですが、それも普通に200キロ以上の高速度で通過します。動画のところにもただいま上田付近は通過中ですと、ちょっと見逃しちゃいましたけどね、流れているのがわかります。続いて今度通過しますこの駅は軽井沢です。桜浦はすいません、取れませんでした。で軽井沢も上越美予港とか長野と同じように2面4線の構造になっていて、で特に臨時浅間号などはこの駅で後からやってくる輝き号の対比をするなど、結構ね軽井沢での対比っていうのは珍しいんですよ。上越美予港での対比っていうのはよくやってるんですけど、軽井沢対比っていうのはあんま聞かないですね。さあそして一気に薄い峠を駆け下りまして群馬県関東平野にやってきました。もう群馬県の県庁所在地ではありませんが、一番の大都会高崎はもうすぐです。向こうに見えているあれは秩父の山かな、多分ねそうだと思うんですけど、画面の左の端っこの方にはあれは多分高崎市役所だと思います。高いですからね結構。向こうの方あっちに見えますのは妙義山です。手前には多分もう上越新幹線が合流してきてるのかな、わかりませんけど、それからさらにカメラを右に振ると、さっきあの山の麓を通ってきました浅間山、北陸新幹線浅間号とか特急浅間号の名前の由来になった山です。活火山でもあります。最初は1時間も乗れるのかとワクワクしていたグリーン車ですが、でももう終わってしまうと、ああもう1時間しか乗れなかったのか、もうそういう考え方に変わってしまいました。北関東最大のターミナル群馬県高崎に到着です。反対側もちょうどあれは浅間号か白鷹号か分かりませんが、高崎に止まる北陸新幹線の列車がやってきました。今まで僕新幹線にはたくさん乗ってきましたよ。北陸だけじゃなく上越、東北、山形、東海道などなどたくさん乗ってきましたが、ただ1時間の乗車がここまで一瞬だと感じられるようなことは今まではありませんでしたから、やっぱ27系のその実力というのを見せつけられたような気がします。座席の掛け心地は非常に良く、また静粛性にも優れ、車内の雰囲気もかなり素晴らしいものになっています。イオン系のグリーン車が今年の秋に引退する予定になってますんで、それが引退したらこの E7 系 W7 系のグリーン車が一番素晴らしいものになるんじゃないかなと思います。現在では北陸新幹線のみならず上越新幹線の時号、谷川号でもこの E7 系のグリーン車は乗れるようになってますんで、まあ今上越新幹線方面行くんだったら MAX の方優先した方がいいと思いますけど、ぜひねこれからどんどんこの E7 系 W7 系には乗車するチャンスが増えていきますので、皆さんもぜひこの E7 系 W7 系の快適なグリーン車乗ってみてください。それでは今回はこの辺で失礼します。ぜひ本当にねおすすめしますので乗ってみてください。ありがとうございました。この後高崎で30分の乗り継ぎの後 MAX 谷川号のグリーン車にも乗りましたんで、そちらについても編集が終わり次第皆さんのご覧に入れられると思います。ご視聴ありがとうございました。